インド映画テレビ研究所は、インドの映画制作者養成機関。情報、放送省の下部組織として設立されたが、1974年に独立機関に改組された。改組後もインド政府から資金援助を受けている。閉鎖された、プネーのプラバート映画会社の敷地内に存在している。国際映画テレビ教育連盟加盟校。1958年に、情報、 放送省は映画学校設立のため、プネーのプラバーと映画会社は土地を購入した。1960年にフティを設立し、1961年から教科をスタートさせた。これ以前にニューデリーに存在したテレビトレーニング部門も1974年にインド映画テレビ研究所に統合され、同年に情報、放送省から独立した。しかし、独立後も、 情報、放送省と、インド政府からの全面的な支援を受けている。2011年7月には、情報、放送大臣アンビカソには、フティの組織改編が議会で可決されたことを発表し、これによりフティは、大学と同等の権利を有することになった。フティは、フランスの高等映画学院、ソビエト連邦の全ロシア映画大学をモデルに、カリキュラムを作成しており、 三年コースの監督、撮影、編集、録音の四学科、二年コースの俳優、美術の二学科、一年半コースの CG、アニメーション学科、一年コースの長編脚本学科、一年コースのテレビ養成学科の他に、国営放送、トゥールダルシャン職員向けの短期講座、一般人向けの映画鑑賞講座がある。三年コースでは、各学科一名ずつで制作チームを組んで、 卒業作品を制作するが、この中には、州政府や民間団体の財政支援を受ける作品、ナショナルフィルムアワードを受賞する作品、国際映画祭に出品される作品もある。1960年代からは、芸術映画に重点を置いた教育が実施されるようになり、学生の間では、商業映画を忌避して、政府機関の映画制作部門に就職する流れが生まれた。 フティの責任者である所長は、理事長、学術評議会議長、常設財務委員長を兼務している。理事会は、フティの運営方針を決定する最高組織であり、理事は、フティ職員の中から選出される。学術評議会と常設財務委員会は、理事会によって任命され、両組織はそれぞれフティの学術方針、財務状況に関して、理事会に助言する役目を果たしている。 ありがとうございます。